さあ、パッタンハンハン、これは、チョウ。チョウハン、コマ、揃いました。チョウ六ゾロのチョウ、やるね。やっぱりダメか。入ります。さあ、ハッタハッタ。チョウ、チョウ、チョウじゃね。これは、チョウ。チョウハン、コマ、揃いました。チョウ二ゾロのチョウ、よし、やるね。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ。いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、ハッタハッタ。勝負じゃね。これはハン。チョウハン、コマ、揃いました。チョウ二六のチョウ、残念だったな。やっぱりダメか。お座りいただきましょうか、お客さん。あっ、痛だだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ、これ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ、つまみだぜ。勘弁してくれ。さまあ、やらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、
大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。君の昆虫カードを選んでね。次は打撃技を覚えさせるんだ。次は投げ技を覚えさせるんだ。これでいいかい？さあ始めるぞ。手加減せえへんね。あなたに私は倒せない。メスキングの名をかけた。始め！かかってきな。んでこの。昆虫カードを選んでね。次は打撃技を覚えさせるんだ。次はハサミ技を覚えさせるんだ。次は投げ技を覚えさせるんだ。これでいいかい？お前をメスキングにしてやるぜ。始めようか。メスキングの名をかけた。始め！行くよ。進んで。ちょっと。なんなの？この。やった！隙だらけやで。はあ！行くよ。
熱い勝負だったぞ。やったね。ニガムシを噛みつぶしたよう。すごい不機嫌。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、遥を頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、10年前とあんまり変わってねえよな。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。
レーナ。錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったじゃ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場会の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔からな。お前、俺のことを憎んでいるのか。わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは。